どうも、趣味はおじさん、心は乙女、獅子女 YouTuber の竹崎康です。福岡にね、着きました。今、東神町から瑞穂ペイペイドームに向かって歩いてるんですけれども、エスコンの時もそうだけど、あ、待って、鯉がいる。今跳ねた、あ、映らない。鯉がいました。あ、いたいた、ほら、鯉がいる。水が綺麗なんですかね。なんだっけ、そうそう、エスコンの時もね思ったんだけど、福岡もねユニフォーム着てる人が本当にいないっす。会場に着くまで人はいっぱい歩いてるんですけど、私だけっすね、ユニフォーム着てるのは。西武ファンは結構ね、あの博多から来てる人いっぱいいるんですけれども、もう優勝は決まって、最下位も決まって、マジであってもなくてもいいような試合ですけれども、楽しんでいきましょう。今年最後のね、九州でございますので、美味しいものを食べながら楽しく試合をね見ていきたいと思います。おめでとうやな。心のチャンピオンやぞ。ペア招待券もございます。ただいま冬季入会キャンペーンで1月ボスの引きてもらった嬉しいお得。今日は空いてる。激弱やった、マジ激弱。危うくね、ノーノーを食らいそうだったんですけど、野村大樹選手がスリーベースヒット打ってくれて1安打っす。はい、1安打で2対0で負けました。いやー、ホークスしか勝たんみたいな日でしたね。はい、出ていったね、西武を出ていった山川選手に打たれまして、被弾しまして、ノーノーを阻止したのはホークスから来てくれた野村大樹選手でした。はい、ホークスしか勝たんみたいな日でした。いやー、弱いね。昨日の打線どこ行った？マジ昨日の打線どこ行った？いやね、まあ疲れてるのはわかるわ、選手も頑張ってるのはわかる。
1安打ぐらいしてほしかったよ、あの野村選手以外もな。まあ力のさ、ホークスさんの方はね、調整し放題みたいな。いや、まあ西武で調整してもなんか参考記録にしかならんのではって思ったんですけど、途中ね和田選手の登板でめちゃくちゃ盛り上がってましたけど打てませんね、はい、今年の縮図が詰まったような一試合でした。はあ、なんかコメントのしようもないですね。なんも中身がなかったので、なんも中身、めちゃくちゃエラーもねもらったのに何にも活かせませんでした。私はただひたすらに九州のグルメをいただいて、いつもはねベルーナドーム車で行ってるんでお酒とか飲まないんですけど、まあ、今日はね遠征なんで楽しく美味しくビールをいただいて、それだけの夕飯を食べに来た一日でした。朝起きて東京を出発して何しに来たんって感じなんですけども、明日はね菅井投手です。菅井投手先週完封してましたんで、2軍ですごいナイスピッチングしてたんでね、明日ぜひ頑張って、力を存分に発揮してもらいたいなっていう風に思います。幸い隅田投手の方はあと1回ね2桁勝利のチャンスありますんで、また来週頑張りましょう。はい、私は明日はお昼から西武ファンの仲間と寿司を食いに行きます。はい、もうこれで優勝です。私は優勝です。昼に寿司を食べてから行くんでね、もう試合は知らん、試合は知らんわ。いや、今年は本当にね厳しかった。今日はねなんか別にみんな弱いのは分かって見に来てるんで、そんなひどい言葉は飛んでませんでしたけれども、凡退した後に下を向いて帰る選手に下向くな下向くなっていう親父はね飛んでました。下向いても最下位より下なんかあるわけねえよって言われてました。その通り、はい、これ以上下ありませんので、下向いても何も見つからないんでね、ぜひ上を向いてください。明日はよろしくお願いします。まあ、脳を回避してよかったねとかそんなムードでしたけど、そんなことで喜ばなきゃいけない現実が悲しいね。うん、まあ来年に向けてちょっと明るい兆しがとか昨日一昨日はね思いましたけれども、はい、あの幕張に続いてこれが現実やったわってまた思い出しました。主力いないね調整メンバーみたいな感じでも全然ホークスの方が強いです。てかうちが弱すぎます。はい、それだけ。というわけでまた明日、今年最後のみずほペイペイドーム楽しめるかどうかは分かりません、試合次第やね。うん、こんな試合だったら楽しんでいきましょうとか言ったけど全然楽しくねえすわこんな試合じゃ。まあそればっかりはしょうがない、選手は頑張ってるは頑張ってるからね、頑張って勝てたらまあ、 あの苦労ないんで、明日こちらは悔いのないように全力で応援頑張りましょう。というわけでお疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。またね。